おはようございます。よく YouTuber が学校とか病院とか貸し切って鬼ごっこしてるじゃないですか。僕あれやってみたいんですよ。皆さんどうですか？私も貸し切った学校で久保田さんに追いかけられたいっていう方も、いや私は久保田さんを追いかけたいっていう方もコメント欄で教えてください。お猿の三宅は間違った言葉を聞くとバナナを投げつけます。学校を貸し切って鬼ごっこしたらあかんやろ。いいじゃないですか、みんな楽しそうにやってますよ。いや貸し切ってんのは学校側からの観点やろ。どういうこと？ YouTuber 側から見たら借り切ってんのやろ。あ、ほんまや、借りてるからか。ボンボン TV は学校を借り切ってんのやろ。名前は出さんでええけどね。いや、あの子らよく今回は学校貸し切ってって言うてるからね。まあまあ言うてる。だからキョンクモは学校を借り切ってんやろ。だからすぐ名前出すね。忘年会とかでも言うやん、本日は貸し切りにしておりますので。ああめっちゃ言う、聞く。店側が言うのは分かるよ、はい、本日は貸し切りにしております、うん、ね、借りてる側が貸し切ってどうすんの。いやでもね、言うてまうよ。だから俺はそこで別の思考が働いてしまうわけや。別の思考。忘年会で幹事が本日貸し切りにしてますって言うたら、その居酒屋は間違いなく幹事が経営してる店や。間違いなく。もしくは幹事の奥さんが経営してる店や。、はい、っていうことはあのカウンターの奥におる女性、あれは幹事の奥さんかな。これちょっと挨拶した方がええんかな。ちょっと挨拶してくるから。いやちょっと待って待って、帰ってこい帰ってこい、多分違うから。ちゃうかった。やろうな。誰ですかって言われた。いや考えすぎなんですよ。YouTube でもそうや、ボンボン TV の子が本日は学校貸し切ってって言うから、はい、その時点であ、ここは私立の学校なんやなって思うわけよ。なぜなら国公立やったらその個人で貸し出しとかできひんからね。はい、まあどっちにしてもこの学校がこの子の所有物であることは間違いないわけや。でもわざわざ貸してるって言う必要あるかな。ないよな。あ、自慢やな。ここの学校私の所有物やね。私学校校庭。そう言うてんねん。そうもうそんなこといろいろ考えたらもうルール説明終わってもう鬼ごっこ始まってもう鬼も決まってってやってもう全然話ついていかない。ルールも全然わからん。いやもう人の話聞きすぎじゃない。人の話やで、聞くやん。真面目やな。まああんまりこうやって人の話聞きすぎてたらまともに生活できへんだろうなと思って、ちょっと皆さんも気ぃつけてください。生きにくい世の中ですね。まあ俺にとってはね。というわけで本日はこのスタジオを借り切ってお送りしました。貸し切りました。自慢ではないです。